なんかここからもう一個自分を飛躍するために一番辛いことにもちゃんと向き合おうと思って、はい、自分を磨こうと思って、それがダイエットだったんですね。そう、一番いい自分になろうと思って頑張ろうと思って。島根県出身で日本中を歌って旅をしてます。あ、そうですね。はい、加藤愛と言います。お願いします。ただチップ生活20キロ太ってしまって、あ、すごいお酒をもらったりとか、あ、まあ、ご飯を1日何回もかぶったりとか、はいはいはい、次自分の夢のチャレンジで、うんうん、武道館1万人埋めたくて日本中を旅してるんですけど、うん、やっぱり売れる自分になるために健康的に、うんうん、もうなかなかガタが来てて体に測定的にいただきますね、はい、お願いします、はい、すごい、なんか見たことない機械、なんか強そう61.2 キロです、はい、で体脂肪率が 34.7%、はい、ってところで、一応私たちが普段させていただいているのが、はい、お食事生活、食習慣ちょっと聞かせていただいて、でその方に合ったファスティングプランとかもご提案させていただいております、はい、ファスティングの時に結構便秘になっちゃう人かなりいるんですよね、はい、で、まあ、腸内環境がすごく荒れてしまっている状態、腸の中がこんな感じで、汚っお腹の中で食べ物が腐っていってしまって、腸をこんな感じで荒らしてしまうんですよね。へー。なのでファスティングはこの腸をピカピカの状態にして、で血液もサラサラにして、かつミトコンドリアの部屋を大掃除してくれるので、どんどん代謝が上がるし、ミトコンドリアめちゃくちゃ元気になって脂肪が燃えていきます。じゃあ15キロ落とすのにどんなことしたらいいですか？そうですね、先ほどのファスティングは、はい、1回やっぱり入れていただきたいんですけど、はい、でも月30日はなんか1週間7日間なんですね、はい、だからやっぱそこ以外の部分ってすごく大事になってきていて、はい、糖って炭水化物やっぱり脂肪が増えてしまう結構原因にはなるので、まず糖質、普段食べる糖質、炭水化物の量を半分にしていただくっていう意識、はい、で朝ファスティングはずっとこう続けていただければとは思うので、はい、朝ごはんコーソドリンクに置き換えていただいて朝ファスティングしながら1回目のファスティングまではやっていただけると、朝ファスティングとあとは炭水化物を半分にして、で夜8時以降にお食事になってしまうのであれば、プロテインナチュラル商品があるので、プロテインをしっかりちょっと取っていただいて、はい、で消化に優しいプロテインになっているので8時以降になるんだったらプロテインを取っていただくって形で過ごしていただければいいかなと思います。わかりました、はい、あと運動もですもん、運動山登りが好きでよく高尾山登るんですよ。そうなんですね。歌の肺活量を上げるためにも ありがとうございます。たくさんご報告頑張ります。言われたことをちゃんとやったら痩せれると思うからやります。頑張るぞ。はい、着きました。グランプロメディカルスパ、今からですねエステと手術もやってもらおうと思います。さっき製品もこっちに置いてあるんですけど、朝酵素と夜プロテインプラス何回かエステにも通って15キロ達成するために頑張ろうと思います。じゃあどんな感じか行ってきます。じゃあ本日担当させていただきます、はい、黒沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずこの電極板をお腹の下に入れさせてください、はい、じゃあまずこのフォースカッターのモノポーラっていうこんな平らなヘッドと、あと今お腹の下に引いた電極板とこれとこの電極板が通電します。まずちょっと感じてみてください、はい、だんだん暖かくなってきます。はい、失礼します。膝の裏から流していきますね。あ、ちょっと暖かいもん。はい、変なの、ラジオ波が通電することによって体の脂肪をブルブルブルって震わせてくれるんですね。そうすると摩擦熱が生まれて脂肪層が41度以上に温まってくると脂肪分解してくれるリパーゼっていう酵素が働き始めます。で本当にみんな本当に
なんでだろうって思うくらい痩せたらみんな彼氏ができるんですよ。お尻クソにしか引っかからないんですけど頑張ります。てかなんかやっぱりこう見られる仕事じゃないですか、はい、で今までずっと歌って回ってて、はいはい、で歌を売ってるから別に自分自身売ってるわけじゃないなと思ってたけど、うん、まあなんかここからもう一個自分を飛躍するために、はい、一番辛いことにもちゃんと向き合おうと思って、はい、自分を磨こうと思ってそれがダイエットだったんですね。そう、一番いい自分になろうと思って。へえ。ダイエットは一番の整形ってと思って、やっぱり飲み屋さんとか歌ってもらってても可愛い子売り上げ違う全然。ああ。顔じゃないし体型じゃないっていうよりかは、はい、それじゃなくてやっぱ自分がそうやって体型変えようと思うぐらいの気持ちで仕事をするっていうこととかの方が大事だなと思って、はい、ご縁があってこうやってプロラボさんこさせてもらって頑張ろうと思って。今度はさっきのはヘッドとお腹が通電してたんですけど、はい、この子とこの子はこういう風に電気が流れるんですね。なので1個触る分には全然あったかくないんですけど1個一緒だとあちってなる。なのでそれを体につけるので熱が体で発生していく。めっちゃ肉が動いてる。はい、ちょっと脂肪も寄せ集めながらかけていくので、このヒップアップとかも一緒に。でも全然痛くなくて寝ちゃいそう。あ、そうなんですよ、ね、このマシン、うん、痩せたくて通ってる方が多いマシンなんですけど、はい、気持ちいいんですよね。超いい感じです。で次はちょっと痛いかもしれない。工程がいっぱいあるんですか。はい、3個あります。次3番目が吸引と EMS のヘッドなので、脂肪を吸い上げながらかけるんですね。そうするとセルライトがあるところって脂肪も硬くなってるのでちょっと痛いです。うわ、めっちゃなんか吸い上げられてる、はい、お肉が。これ痛いところのお肉が多いってことですか。そうです、セルライト、脂肪が硬くなってるセルライトが多いところです。ゴリゴリってこう感じるの分かります。だってなんかそれ平べったいやつですよね、それ動いてるのは。そうです。でもなんかゴリゴリ、なんかさっきのこういうボコボコのが動いてる感じがする、はいはいはい、グイグイやられてるような感じがしますよね。雑巾絞りされてる感じ。でもなんかめっちゃ効いてるって感じ。はい、聞いてます。私も手応え感じてます。本当ですか。はい。うんうん。いいです。肉質もこう分かりますか。触られて柔らかくなった感じ分かりますか。全然違う。だから重さも違う。うんうんうん。よかった。うわ。すっきりしましたか。うん、はい。OK です。じゃあ今度右足いきますね。はい。はい。また同じ1、2、3番を繰り返して。はい。お願いします。ね。ありがとうございます。今日からよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。なんか顔はすごい血色が良くなって本当感じします。本当なんか本当なんかシュッキリ嬉しい。あのね、体がポカポカしてる。体って思ったより冷えてるんだなと思って、うんうん、ちょっとちゃんと温めなきゃだなと思いました、はい、あの押してもこう入ってこない感じとか、うん、そうそう、そういうむくみなので、それがしっかり水分、リンパも流れたので、ね、肉が固まってたのが多いだけですよ、はい、解凍しました。解凍ありがとうございます。また次来る時まで痩せとくよ、頑張ります。ありがとうございます。いってらっしゃい。ありがとうございます。優しいね、みんな、ね、デブに優しい。もっと怖いと思ってたのに。ありがとうございます。よろしくお願いします。問診票書くんだ。初めてです、ダイエット中止するの。どうしても15キロ痩せたの。そうなんです。3ヶ月で。 GLP-1 っていうのはホルモンの話なの。GLP-1 っていうホルモンが体の中にあるのね、はい、このホルモンが
食欲をなるべくねコントロールするね。これはね本当はね体の痩せホルモンなの。でもねみんなね食べ過ぎちゃってるからこれが出てくることを忘れちゃってるの。たくさん食べてもうお腹いっぱいここまで食べて吐きそうとか言っても美味しそうなデザートが出てきたらみんな食べようとしない。別腹食べちゃう。別腹とかないよね普通はね。お腹は1個じゃない。でも勝手に脳みそがこれ美味しかったから食べなさいって許しちゃう。それをね GLP-1 を始めちゃうとそういう指令そういうことにね惑わされなくなっちゃう。すごい注射だ。そうそう、注射っていうのもすごいホルモンのバランスね。今日ジルク PD のダイエットのね、はい、よろしくですね。食欲手術を抑制して食欲をなくしてしまうっていうのと、あと糖質の吸収のあれですねストップするってことの2つですね、はい、だから胃腸とあと頭に働いてくれて痩せるのが簡単になるというような今の治療方法です。難点は自己注射でやるんで自分で注射のやり方を覚えていただいてそれでやるっていうことですね、はい、それから容量をですね少しずつ上げていくってことで完成する治療なので、はい、その容量を間違えないように、はい、そのインジェクターのね使い方を覚えていただくとか、はい、そういうところはちょっと煩雑ですけれども食事制限とかは特に考えないでそれによって食欲落ちるっていうことを利用していくっていうもので比較的まあ注射さえできれば簡単です。わかりました。すいません失礼します。今から3ヶ月間必死に15キロ取り組みたいと思います。そしてプロラボの皆さんも各店舗こんなにいろんなお店があると思ってなくって皆さん優しくしていただいてありがとうございます。今からやりきるのでぜひ皆さん応援よろしくお願いします。じゃじゃじゃーん。3ヶ月経ちました。ジャスト6月2日にこの間撮影したんですけど9月2日になりました。3ヶ月ジャストどうですか。めっちゃ痩せましたね。同じ T シャツ着てるんですけど。あ、確かに。それ気づかなかった。同じエステコラボさん T シャツを着てどうですか。めっちゃ痩せましたね。頑張りましたもんね。3ヶ月も人生の中で一番ダイエット頑張りました。もうはい、食べたい。脂肪だけで6キロ落ちたってことですか。脂肪で6キロです。内臓脂肪レベルが普通に戻ってる。あと基礎代謝燃えやすいに近づきました。基礎代謝が上がった上がってます。体重落ちてると普通基礎代謝落ちるって言いますよね。そうですね、上がってます、上がってます。すごい。最初の1ヶ月だけで6キロぐらいバーンと落ちたんですよ。ハーブティー、G デトック、1週間便秘とかだったんですけど、下剤なしでエステプロラボさんやっぱインナービューティーだから体質改善していこうってなって一切下剤を飲まずに G デトックだけで体質がだいぶ変わったのと来年の武道館に向けてどういう自分でステージに立てたいのかなっていうのをすごいなんか考えさせられる3ヶ月間で、ここから理論でしないようにせっかく皆さんに応援してもらったんです。時間かけてね、次のこの自分の目標に達成できるように。でも自分が不健康だったことに気づけました。大変お世話になりました。ここからですよ、スタートは。ずっと皆さんのおかげで通常サイズに戻してもらったんで、僕から武道館に立てるサイズまで頑張ってデビューがなります。また届きますね。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ダイエット終わりがないですね。頑張ります。ありがとうございました。失礼します。またね。頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。